こんにちは。一級建築士、インテリアコーディネーター、宅建士の金黒です。令和4年に住宅ローンを利用してマイホームを取得した人は、13年間住宅ローン控除が利用できます。今回は住宅ローン控除に必要な準備する書類をご紹介します。令和4年にマイホームを取得した人で住宅ローンを利用された方は、所得税や住民税が軽減できる住宅ローン控除が13年間利用できます。確定申告で住宅ローン控除の手続きを行うと減税されます。確定申告は1月1日から12月31日の1年間の所得を申告し、納税または多く納めた所得税を還付するための報告書です。自営業の方は毎年確定申告をされていますが、会社員や公務員の方は毎月の給料から会社を通して税金を支払っているので、年末に行われる年末調整で申告手続きしていますが、住宅ローン控除の初年度は会社の年末調整の手続きではなく確定申告が必要になります。住宅ローン控除の確定申告を行うにはいくつかの書類の準備が必要です。住宅ローン控除に必要な書類と入手場所などを解説していきます。住宅ローン控除に必要な書類、まず一つ目は確定申告書です。確定申告書は近くの税務署で直接入手するか、もしくは国税庁の公式ホームページからダウンロードする方法があります。国税庁の e-tax を使ってネットで作成提出することも可能です。住宅ローン控除に必要な書類二つ目は住宅借入金等特別控除の計算明細書です。住宅借入金等特別控除額の計算明細書は住宅ローン控除を受けるための書類です。住宅ローンの対象となる家の価格や広さ、年末残高などを必要事項を記入して控除額を計算する書類です。もし住宅ローンの債務が夫婦や親子で収入合算している場合などの連帯債務の場合は、連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書も必要です。いずれの書類も住んでいる地域の税務署で直接入手するか、または郵送で取り寄せるか、国税庁の公式ホームページでフォーマットをダウンロードして入手できます。この書類の必要事項を記入する際には契約書や登記事項証明書が参考になります。住宅ローン控除に必要な書類3つ目は源泉徴収票です。住宅ローン控除を申請する年の源泉徴収票を用意します。つまり令和4年に住宅を取得した人は令和4年の年収の源泉徴収票を用意します。年末から年明けにかけて勤務先から発行される書類で、万が一紛失した場合は勤務先に再発行依頼をして取得します。提出する書類は原本です。住宅ローン控除に必要な書類4つ目はマイナンバーが記載されている書類の写しです。マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カードのいずれかのコピーを準備します。マイナンバー通知カードの場合は運転免許証やパスポートなど本人を証明する書類もセットにして提出します。またマイナンバーが入った住民票のコピー、住民票記載事項証明書でも代用可能です。いずれも居住している市区町村役場で入手します。詳しくは私のこの YouTube チャンネルの別の動画でも解説しています。マイナンバーカードを作成していなかったり手元にない場合はそちらの動画も参考にしてください。住宅ローン控除に必要な書類5つ目は住宅取得資金にかかる借入金の年末残高証明書です。年末時点での住宅ローン残高が記載された書類のことです。基本的には借入をしている金融機関から送られてくるので自ら受け取りに出向く必要はありません。しかし12月末になっても証明書が届かない場合は金融機関へ問い合わせる必要があります。さらに複数の金融機関から住宅ローンを借りている場合は対象の各金融機関の証明書が必要です。提出書類は原本です。住宅ローン控除に必要な書類6つ目は工事請負契約書の写しまたは建物土地の売買契約書の写しです。所有地に建物を建てた場合は工事請負契約書の写しで、土地を購入して建物を建築した場合は土地の契約書の写しも追加で必要になります。分譲住宅やマンションの購入の場合は建物土地の売買契約書の写しが必要です。
住宅ローン控除に必要な書類7つ目は建物土地の登記事項証明書です。建物のみを取得した場合は建物の登記事項証明書のみの用意で大丈夫です。土地も取得して土地代にも住宅ローンを利用した場合は土地の登記事項証明書が必要です。登記事項証明書の右隅に全部事項証明書括弧建物や全部事項証明書括弧土地と書かれているので、土地の登記事項証明書なのか建物の登記事項証明書なのか確認してください。登記事項証明書は建てた建物や取得した土地の面積や所有者や住宅ローンの借入価格の情報が記載された書類のことを指します。入手するには土地を管理している法務局に出向くかオンラインで申請して交付を受けることも可能です。提出する書類は原本を提出します。ここまでが共通で準備する必要のある書類で、さらに該当する場合に準備する書類もあります。該当する場合で準備する書類の一つ目は、市区町村からの補助金の適用を受けた場合は、市区町村からの補助金決定通知書など、補助金等の額を称する書類が必要です。提出する書類はコピーを提出します。該当する場合で準備する書類の二つ目は、住宅を取得する際に、住宅取得等資金の贈与の特例を受けた方は、贈与税の申告書など、住宅取得等資金の額を称する書類の写しが必要です。通帳のコピーや贈与契約書や贈与税の申告書の1表の2、第2表のコピーが称する書類として使用できます。該当する場合で準備する書類の3つ目は、一定の要件がクリアしていれば税優遇が有利になるような書類です。例えば中古住宅での住宅ローン控除の場合は、耐震基準適合証明書または住宅性能評価書のコピー、築年数、耐震基準を満たしているかの証明書が必要です。他には新築住宅で認定長期有料住宅、認定低炭素住宅、特定エネルギー消費性能向上住宅、エネルギー消費性能向上住宅があり、建築した住宅会社で取得することができます。提出する書類は原本だったりコピー、いわゆる写しでいい場合がありますが、原本の場合は確定申告書に添付して手元に書類がなくなってしまった場合でも再度発行主に依頼すれば入手可能です。しかし再発行にお金がかかる場合があります。ご心配な方は確定申告書提出前に添付書類のコピーを取って手元に保管しておくことをお勧めします。今回は住宅ローン控除を利用するために必要な書類をご紹介しました。また具体的な e-tax の入力も解説していきますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。